これだからいいなと思ったのは、自分にテーマがあって、1ヶ月それをやるんだってテーマあって、まあ2ヶ月目やらないっていう意味じゃないですよ。で、1ヶ月そのテーマで考えてやるわけですよね。そうすると自分の中にあるもんで、毎日あるもんで、意識するんですよね。だから、なんかあって、まあちょっと時間オーバーしてますけども、喋ると、あるうちの会社の人がですね、この間ですね、ある人にこういうことを頼まれてました。で、それ僕目の前でいて、で、うん、わかった、なるほどね、じゃあそうだね、って、まあメモを取るでもなく、うん、うん、わかったって聞いてました。で、電話するかな、電話しない。ね。行動しない。と思って見てました。あ、いや、あれ、いつやるのかなと思って、後でやるのかなと思って。で、吉田のりまさんは、なんか別のことで、昨日、ですか、昨日もあのうちの会社の人にですね言われた。で、こういうまあものが欲しいと。で、で、わかりましたと。で、もうすぐですね、本社に電話してですね、これこれこういうものが欲しい。なぜかというと、これこれこうでこうだこうだからってね、話をしました。で、言いました。で、その言ってくれた人に、今、言いましたよという話をしましたが、それがいつできるかわかりませんけれども、まあ一応しましたね。本当にですね、もうしたの？もう電話したの？もうやったの？みたいな。もうコミュニケーションしたの？もう伝えたの？それ。で、自分でも驚くぐらいに、自分ツッコミ入れるぐらいに、もう？みたいな感じのことをしています。それはさっき言ったように自分でテーマを決めてるからですね。はい。まあ、そうすると、どん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 ですね、いろんなことがどんどんどん早くなる。早くなると、そのものっていうのは必要だから、書類だったら書類でもいいんですけども、必要であったから言ってるわけ、その人が言ったわけで、で、自分とても必要だなと思ったから、それは、本社にね、連絡したわけで。だから、必要なんですよね。で、それが必要であって、ものが来ました。そしたら、その、オペレーションというのは良くなるわけですよね。うん、間違いなく。っていうことは、豆さと速さをやると結果は良くなる。これは間違いないです。間違いないです。はい。ということな感じでございました。ちょっとね、人工知能の話でずっとしました。これからもなんか、自分のね、気になるテーマっていうのがあればですね、自分が今やってる行動と絡めながら話したいと思いますし、最終的にやりたいのは、そういった、まあ、知識だけじゃなくて、自分が行動をしたことによって、ことをしていきましょうね。やらせていただきたいと思います。ということで、またお会いしましょう。ありがとうございました。